村内近郊の交通渋滞は今のままでは村民の健康的経済的な損失は多大であると考えられる。かっこいい読谷、あ、すいません、国道読谷バイパス道路の進捗状況は、かっこ6、国道58号より東側沖縄北インターへの高速道路の必要性は、かっこ8、西海岸道路の進捗状況は、ご答弁よろしくお願いします。玉城秀友都市計画課長。ご質問2の意についてお答えします。読谷道路の区間はあざ親市からあざ古玄関約6キロとなります。進捗について北部国道事務所に問い合わせたところ、現在国道58号親市から県道12号線においては橋梁下部工に関する工事、中央残波線から県道6号線までについてはトンネル部分の設計及び県道6号線切り回し工事、県道16号線古玄交差点までの間については設計業務を行っており、全線開通については平成32年度を目標にしているとのことです。ご質問2の路についてお答えします。沖縄県中部地域においては中央に広大な米軍基地があることから、東西連結のはしごとなる道路が十分とは言えない状況にあります。したがって観光、産業、防災、緊急輸送体制の面からも、村道中央残波線から沖縄自動車道を結ぶ東西横断道路として仮称沖縄読谷線が必要だと考えております。ご質問2の派についてお答えします。沖縄西海岸道路につきましては、読谷村から糸満市までの約50キロを結ぶ地域開発を促進するための広域幹線道路です。現在読谷嘉手納、浦添、那覇、豊見城、糸満の各地区で事業化されているところです。伊賀幸男議員。この子ども子育て支援事業計画ですね、この計画の中にですね、就業先別の就業者の推移とですね、その平均通勤時間が載っているんですが、これ平成22年の国勢調査のものなんですが、これより新しいデータないですか。しばらく休憩します。今年度がその年なんですか。今年度が国勢調査の年でしょ。あ、27年度です。今の答弁をお願いできますか。じゃあ再開いたします。与那覇美沙夫総務企画部長。はい、今おっしゃっている数値はおそらく22国庁の数値だと思います。で、5年に一遍国勢調査ですので、27年が今年が、そうですね、今年の10月1日現在でやりますので、今国庁の数値といえば今お手元の数値が最新ということでございます。比嘉幸男議員。このデータから見ますとですね、村内から就業人口の6割の方々がですね、村外で就業しているとのことです。そしてこのデータから見ると沖縄市方面ですね、あの沖縄市方面への通勤者が多いということが出ております。それで読谷からですね、沖縄市に行くにはまあ絶対通らないといけないのが嘉手納町なんですね。
この嘉手納町を通らなくてはいけないんですが、この嘉手納町とですね、この渋滞に関する話し合い、なんか協議みたいなものがあるかどうか、ちょっとご答弁願います。玉城秀友都市計画課長。はい、直接読谷村と嘉手納町とのそういった会議はないと思います。ただ国道関係の渋滞に関しての連絡、正式名称を忘れましたが、そういった連絡会議がありますので、その場に、嘉手納町さんが参加してたかちょっと覚えていませんけど、そういった全県的なこの渋滞に関する連絡会議があります。比嘉幸男議員。これですね、渋滞の会議って言いますけど、これ読谷側からすればですね、必ず嘉手納町は通らないといけないわけですね。で、嘉手納町はですね、何も関係ないわけですよ、本当はね。本来は嘉手納町から国道の中にも行きますよ、沖縄市も行けるんですけども、この間ですね、このロータリードライブの前ですね、あれ交通ちょっとあれが変わりましたよね。今は信号通りこう左折していくんですけども、ああいうことがですね、渋滞につながっていると思われるわけですね。そういう面ではやっぱり嘉手納町ともですね、交通事故対策だとは思うんですがね、そういう話し合いとかですね、ああいったのがないといけないんじゃないかなと私は個人的に思うんですけども、こういうことはですね、嘉手納町は要するに関係ないって言って語弊があるんですけど、読谷村側からしてもですね、もう協議していかないといけないんじゃないかなと思うんですね。例えば赤橋通り過ぎてですね、嘉手納町の漁港に降りるこの十字路、あっちでみんな車引っかかってるんです。そういう面でも嘉手納町とはちゃんとこう協議とか話し合いとか、どんな読谷村の状態のことをですね、やっぱり嘉手納町側にアピールしてですね、あっちができることもあるわけですよ、嘉手納町側がですね、そういうものを嘉手納町にこうアピールする場をこれからでも持って いただけたらなと思うんですけども、一つどうですかね。米原美沙総務企画部長。はい、交通渋滞につきましては何も読谷嘉手納だけではなくて、道は誰でも万人通ることでございますけれども、以前にこの牧丸線ができる以前はもっと町公民館あたりがかなり混んでいたということもあって、前村長とか前町長の間ではそういう話もなされたということもあります。これにつきましてはやはり少し高度な政治的な部分も出てきたりしますんで、読谷だけの行政だけで済む話じゃありませんので、これにつきましてはまた両組長も含めてですね、少し意見交換もさせるしてもらうということもあるかと思います。いずれにしましてもその、先ほどの安保の課ですね、あの辺りの部分についても今ありましたように、やはり交通渋滞を起こしますけども、その安全ということで、公安委員会の方はああいう作りになっているということを聞いておりますので、そこはいたし返しの問題がありましてですね、安全優先するのか渋滞をどうするのかということで、渋滞回避をしていったら今度はまた安全が損なわれるという、逆の部分もまたあったりするのかなという気もしますが、いずれにしましても少し、村長も含めた形でちょっとトップの方もまた少し意見交換してもらえればいいかなというふうに思います。比嘉幸男議員。読谷道路に関しましては、全線開通が平成32年度目標と、村道中央残波線から沖縄自動車道を結ぶ東西横断道路、仮称読谷道路、沖縄西海岸道路はまだ構想段階と理解してよろしいでしょうか。玉城秀友都市計画課長。はい、まず読谷道路の件は、国道58号、親市から、古源までですね、
その間が読谷道路と言っています。その間については平成32年度で、まあ、ちなみにこれ国土に確認しましたところ、カレナバイパスですね、それからカレナに向かってカレナバイパスと言いますが、そこについては平成42年では聞いております。まあ、それとあと東西のはしご道路、要するに中央残波線の延伸道路については、まあ、これもこの読谷村につきましては、過去はもう昭和の時代からこの弾薬庫へこういったあの道路のルートは描いておりました。まあ、あの断るたびにですね、そういった関係機関への要請は行ってきているところでございます。まあ、昨今もですね、まあ、県としましては、以前は県 の、 その道路調査報告書あたりにはそういったあのネットワークとしてそういったあの路線も描かれていたんですけど、何年でしたかな、ちょっと県の計画から消えた時期がありました。そのことについて、まあ、県の土木委員会、まあ、議会の方、県議会の方ですね、うち の、 読谷村 の、 中曽根悟県議のちょっと質問などもありまして、まあ、それから県の方も、また、その道路について、防衛局も含めて、県防衛局で読谷村ということで3者そういった会議もしていこうということでですね、まあ、去年26年度にですね、そういった動きも始まっているところでございます。比嘉幸男議員。ところで皆さんは読谷村にハブ交渉への結成がないことを知っております。私も昨日知りました、知ったんですけどね、その理由がですね、救急搬送されてすぐ結成を打つのではなく、ハブに噛まれたのか赤股なのか、またね、アレルギー反応やですね、副作用などの有無、それを判断するためですね、ハブに噛まれても30分から1時間程度時間を要するみたいですね。その1時間30分をその診療所とかこの読谷村内の病院で費やすより、もう大きな病院に行って治療した方がまだ安全だということらしいんですね。でもこれ大きな前提がございますね。道路が通っているということですね。で、この去った台風8号の大雨でなんですけども、思い出していただきたいんですけど、すごい読谷さん陸のことになりまして、北にも南にも東にも行けずですね、大渋滞になりましたね。本当にあんな時にですね、たまたまこのハブ交渉患者が出た場合もう本当に悲しい出来事が起きてしまいます。それで不運はですね、本当にこの悲しいことっていうのは、もう不運がですね、2つも3つも重なった時に起こるようなことだと思うんですね。そしてそのことが起きないようですね、もう高規格道路の整備はですね、大変読谷村にとっても本当に皆さんがおっしゃるようにですね、本当に大事な重要なことだと考えられます。それでまた行政懇談会ですね、議会報告会などでもですね、村民の大きな関心事ではないでしょうか。2020年にはですね、那覇空港第二滑走路も整備され、観光客も1000万人が目標でになるということは聞いております。それで一日も早い実現、村民の思いです。まして読谷村の東側はですね、もうさっき課長がおっしゃってたみたいに米軍の弾薬庫に占用されております。で、読谷から東に出るには、まあ中泊迂回か嘉手納迂回しかないんですね。そういう米軍の弊害も内外にアピールする必要があるのではないかと思います、ね、そのために要するに村民大会とかで、ね、そういう予定はございませんか。石峰伝日村長。はい、東西道路はしご道路については、この間ですね、ずっと、読谷側からも、国県いろんなですね、まあ、テーブルの中で要請をしております。で、先ほど来ありましたように、県議会の方ですね、やっとなんかその県議が、取り上げてちょっと前進したかなというのもございます。で、一昨年はですね、読谷だけじゃなくて沖縄のですね、商工会議所、そこからも、要請が出ていましてですね、で昨年、中部広域の中でもそれを取り上げていこうということになっておりますんで、これがないための弊害はですね、本当に、たくさんあると思ってますんで、ぜひいろんな機会を捉えてですね、東西道路のですね、推進に、
取り組んでいきたいと思っています。比嘉幸男議員。はい、どうも村長、前向きなご答弁どうもありがとうございます。もうこの問題はですね、本当に議会報復会などでもですね、本当に住民の一番関心があることだと思うんで、当局のですね、ますますのご努力を期待いたしましてですね、次の質問に行きたいと思います。質問3、一括交付金を活用して農機具を購入し、春サポにて貸し出ししていると聞きます。その貸し出し状況、また実績等よろしくお願いします。比嘉典友農業推進課長。ご質問の3についてお答えします。平成25年度に JA 沖縄が事業主体となり、年間を通して多様な野菜を安定的に生産できる環境を構築するため、小型トラクター1台、小型耕運機2台、管理機2台を一括交付金を活用して導入しております。貸し出し状況については、平成26年6月から平成27年2月までの実績で、小型トラクター53回、小型耕運機14回、管理機8回となっております。比嘉幸男議員。この管理機のですね、説明を求めます。比嘉典友農業推進課長。はい、管理機はですね、小型の根機みたいなですね、小さいものでございまして、約8馬力ほどあります。で、作業としてはですね、発種っていうんですか、種をまいたり、畝立てをしたりですね、畝をまた、除草ですか、周りの除草もできる機械となっております。比嘉幸男議員。その貸し出しなんですが、貸し出し 料金とかですね、この貸し出す一般の村民も借りられるかどうかですね、その辺よろしく答弁お願いします。比嘉典友農業推進課長。はい、貸し出しについてはですね、内部で JA の内部で、規約を作っておりまして、それで運営しているわけですが、JA の組合員やファーマーズマーケットの生産者組合等の料金と、あとは料金の別で、あとは村内の在住 の農家の方ということで、会員じゃないその他の方になりますが、その2つの料金が設定されております。会員である場合はですね、小型トラクターの場合が3000円、あと小型耕運機と管理機についてはですね、共に2000円ですね。これ1日当たりの値段になりますです。あとその他の農家ですね、村内在住の農家についてはトラクターが5000円、そして小型耕運機と管理機については3000円ということを言って、貸し出しをしているということでございます。比嘉幸男議員。例えばですね、一般の村民がですね、借りたい場合ですね、その耕運機はそこの借りるところまで取りに行かないといけない、それとも何か配達してもらったり何かあるんですか。比嘉典友農業推進課長。今のところですね、農協の方の春そこまで取りに行ってですね、そういった貸し出しを借りていくということになっております。比嘉幸男議員。これたまたまですね、耕運機とか持てない方とかがいた場合ですね、このオペレーターも、お金を出せばつけてくれるとか、そういうのもありますか。比嘉典友農業推進課長。はい、ただいま の議員さんのご意見にあるようにですね、質問にあるように、そういった要望も聞かれました。私たちもですね、JA の方にはそういった要望もしておりますが、JA の内部でもいろいろありまして、今のところまだつけることができておりません。
今後もですね、またこういった努力をしてもらいたいということで、今のところ要請はしてございます。比嘉幸夫議員。現在ですね、ソーミンリフレッシュ農園がですね、100% 近く有効活用されております。それで5年以上継続者が27名もおりですね、季節ごとにさまざまな作物が栽培され、村民が交流する場としてですね、有効活用されていると聞きます。そこへの貸し出しの実績はございますか。比嘉典友農業推進課長。はい、細かい明細についてはですね、私どもの方では、持ってませんので、今お答えすることはできません。比嘉幸夫議員。一般村民がですね、この貸し出しの件をですね、ご存知なのは割と少ないと思うんですね。やっぱりそこはですね、やっぱりみんなが貸し出すということでですね、こう機能機械をこう購入してですね、やっていると思うんで、その辺の村民へのアピールもですね、一つよろしくお願いいたしまして、私の質問を終わります。比嘉幸夫議員の一般質問は終わりました。次に議席18番国吉正和議員の一般質問を許します。議席18番国吉正和議員。はい、最後数よ中央がなびら。議席18番、高志区出身の中野国氏の小浜が国吉正和理長ビーグとゆたしくうにげやさびら。さて、第438回定例議会におきまして、5つの質問通告を出してあります。まず1番目に、読谷村地震津波ハザードマップについて、2番目に新年度の重点施策について、3番目、介護保険法改正に向けた取り組みについて、4番目、新診療所について、そして新設火葬場についてということで、5つ通告を挙げてありますが、その前に、本日3月20日はですね、地下鉄サリン事件から20年になっており、そして、今年は阪神大震災から20年と、それから2011年の3月11日の東日本大震災、4年経ちました。3月9日現在の消防庁のホームページを見ますと、死者19,225人、行方不明者2,584人と、そして今なお20万人余の皆様が避難を余儀されているというふうな大震災でございます。さて、私たち読谷の行政においても、この度去年の3月には地域防災計画をしっかりまとめていただきまして、そして、今年初めですか、読谷村地域、失礼、読谷村地震津波ハザードマップが各家庭に配られております。この間、去った地震の以降、6月議会から私たち読谷村において17回の質問で災害や防災問題が取り上げられてきました。その経過を踏まえて、担当課そして庁舎を挙げてしっかりした地域防災計画、そしてそれに基づいた地震津波ハザードマップが写真入りで非常に見やすい状態で、私たちの地域災害について
いろいろ分かりやすく説明がされたなというようなのが私感じております。それをもとに、それでは質問を移らせていただきます。地震、津波の自然災害における避難所等の防災関連情報を明示したハザードマップが全世帯に配布されています。ハザードマップにより、読谷村に被害を及ぼす地震として、大きなエネルギーを持つ巨大地震が発生する場合が多く、その中で地震が海底で発生した場合は、津波が発生し、被害も広範囲となる海溝型地震の可能性を知ることができました。それでは、ハザードマップより伺う。丸1、避難情報の伝達経路、ページ6、そして17により、すべての電源回出時の伝達方法を伺う。丸2、避難時の心得、ページ7より、最寄りの一時避難所と避難所は異なるのか伺う。丸3、非常持ち出し品一覧、ページ9より、非常時持ち出し品と非常備蓄品の準備の啓蒙を伺う。丸4、地域の危険度マップ、ページ11より、内陸部で全回答数率が高い原因を伺う。丸5、津波の速さは Z 期並みで遅くなっても自動車並みの速度で小さな地震であっても大きな津波が発生する場合があり、素早い避難行動が重要とある。長浜ダム決壊時の避難はどのように考えるか伺う。丸6、平成25年度、平成26年度に実施した自治会長の東日本大震災被災地での研修事業に取り組んだ感想意見を伺う。安田義智総務課長。ご質問の1の丸1についてお答えいたします。沖縄県から情報伝達としまして、主に防災情報システムの電話のホットラインがございますが、電源喪失時、停電時には両方とも約50時間は非常用発電機で対応できます。また、村の防災行政無線はバッテリー電源で約72時間対応可能です。続きまして、ご質問の丸2についてお答えいたします。一時避難所とは、災害が発生し危険になったときに避難する場所で、災害が収まるまで一時的に待機する場所です。公園や運動場などが指定されています。また、避難所は災害により被害を受けた方、被害を受ける恐れがある方が一定の期間避難生活をする場所です。ここではトイレや水道などを備えています。学校や公民館等の公共施設が指定されています。続きまして、ご質問の丸3についてお答えいたします。これまで広報読谷へ災害時の記事掲載の中で非常時持ち出し品や非常時備蓄品の啓蒙活動を行っておりますが、今回の津波地震ハザードマップの村内全世帯への配布でさらに啓蒙につながるものと考えております。続きましてご質問の丸4についてお答えいたします。建物被害につきましては沖縄県が作成した沖縄県地震被害想定調査の資料をもとに予測しております。主に建物の構造、建築年を根拠に算出されております。続きましてご質問の丸5についてお答えいたします。長浜ダムの決壊につきましては、長浜地域にお住まいの方は避難警報が発令されましたら長浜地区運動場へ避難します。長浜区自主防災会が津波を想定した避難訓練を実施しております。今後も避難訓練を継続しながら高いところへ避難する意識づけをしていきたいと考えております。最後にご質問の丸6についてお答えいたします。現地で実際に被災地への支援の状況や災害に対する備えを行うことの重要性や地域とのつながりが重要であるということを学んできました。各自治会におきましても蘇米自治会と都や自治会の自主防災会設立につながり、5つの自主防災会が毎年防災訓練を実施していることからも、この2年間の視察研修は当初の目的であった減災や防災意識の向上に寄与したものではないかと考えております。国吉正和議員。はい、丁寧に私の質問に答弁していただきました。先ほど私もこれを表現すればよかったんですけど、このようにですね、家庭に置くものにおいては非常に見やすいような中身で、
写真図入りで分かりやすいなというふうに、これは行政当局ものすごい努力がいったなというふうに思っているわけでございますけど、さて例えばですね、これが家庭においてはこういう形がで十分かと思うんですけど、やはり外出したりとかそういった時にですね、要するに災害というのはもういつ何時24時間365日想定されるわけですから、家庭にいる間はこういったのでもいいかもしれんですけど、いざ外出たりとかそういった時にはですね、私またこれがいまいちという話になってくるんじゃないかなと思ってるわけですよ。でそれでですね、例えばここに災害伝言ダイヤルの利用ということで、あの例の171というふうに打ってるんですけど、急にこういった場合にアクシデントあった時になかなかこの番号は出てこないです、まあ、私は早速これ見た時点で携帯にインプットをしてあるんですけどね、こういったのがですね、すぐ手近に分かるとか、あるいは肝心なものだけを伝えたいなと、外に出てようが夜夜中であろうがというような時にですね、私はまたそういったあのハンドブック的にですね、そういったあのいつでも財布ぐらいの大きさ、よくあの、まあ、選挙なんかであのアコーディオン式でいろんな紹介がありますよね、ああいうにしてすぐポケットに入るような、財布にも入るような、ああいったスタイルはいつでも持ち歩きできるようなのをまたあの考案するのも一つかなと、せっかくこんな素晴らしいのができたのに、ある意味ではいつでもまた携帯できるような仕組みもありかなということで、これを見てまた感じたわけでございますけど、まあ、あの先ほどの私の一から独の質問で、私ももうそれ以上のことは中身で、再質問でどうのこうのというのはないんですけど、ただあの最後のですね、自治会長さんの皆さんの、東日本の視察で、その後5つの自主防災会ができたと、まあ、それは一つの成果かなというふうに感じているわけですけど、あの先ほども中曽根議員が、行政行くについてということでいろいろやり取りがありましたし、結構エキサイトした場面もあったかなと思ってるんですけど、まあ、私的にはですね、やはり、今後のあの19に分けた意味の一番大きなものというのは、もちろん、これまで、未加入問題というのもあったんですけど、 行政の伝達事項事務的なものが、明確にするという意図もあるんですけど、最終的にはですね、あの19の行政行くにした意図というのは、地域福祉それから防災等については自治会の加入未加入は抜きですよと、そういうもんじゃなくてしっかりその行政区で、地域の福祉防災に関わる問題をというのが、私は今般のこの1年間、去年4月スタートした行政区割の大きな、目的があるんじゃないかなと思ってるわけですけど、だからそういう意味でですね、まあ、この間の皆さんの、行政懇談会それから我々の議会懇談会でもよく質問の中で、何のために行政改善をしたの、区割りをしたのというのが、たたみられるんですけど、ぜひともですね、その視点というのは私、もちろん我々もですけど行政当局もですね、しっかり、村民に理解を求めるというのが一番じゃないかなと思ってるわけですよ。私もだから、中曽根議員があの質問してるうちに、答弁が私もそれは少し担当課として認識に欠けるんじゃないかなという意識を私も持ってたわけですよ。そういった非常にそこをですね、ぜひとも単なる自治会に加入未加入の話じゃなくて、最終的にはこの地域福祉と防災という観点をですね、その地区公民館を中心にして物事を作るんだという意識を私ぜひお互いみんなで、行政議会も持たんといかんじゃないかなという観念があるんですけど、今の件を踏まえて再度課長お願いします。安田義智総務課長。今まあ、自主防災会につきましては、自治会に加入した方ではなくて、そこに住んでいらっしゃる、皆さんが、まあ、対象になるということでお話がありました。まさに、その通りでありまして、その、行政区域の中でやるべきことについて、村民サービスとして私たちは、積極的に関わりを、もちろん持っていきます。であと自治会
まあ、それには自治会の協力がなくてはできないことでありまして、それについて私たちも真摯にその積極的にですね、その自治会の運営について協力をしていくという姿勢はもちろん持っております。でただ自治会につきましてはそれぞれ個々にいろんな活動を実際しておりますので、そこの中で私たちがこう入り込む場合とそうしない場合というのが出てくるというふうに認識していて、それで各自治会のその特色とかそういったものが出ていけたらというような思いがありまして、そういう発言になってしまいまして、それを私たちがその自治会に対して協力をしないというようなふうに受け止められておりましたら大変申し訳ないと思っております。国吉正和議員。私も一義的にはやはり自治会活動というのはこれは任意の活動を本人が手を挙げて活動、そして費用も負担して自治会活動を参加するというのがこれは基本かなと思っているわけですけど、やはり最終的なこの行政区割りというのはこういった地域福祉防災ということを改めてまたその自治会長行政区長ともですね再度認識確認もしていただきたいなという思いがあるわけです。結局これだけ素晴らしいのができましたし、また去る2月ですね、中東のドバイで天空の都市79階で火事が起こった時に1000人の皆さんが避難してお一人も死亡者が出なかったというのは、あれはしっかり普段から訓練がされていたというふうなのが、そういうな報道も聞いておりますので、ぜひそういう意味での東京においては常にそういった姿勢でお願いしたいなと思いまして、次2番目に行きます。平成27年度の予算総額は特別会計を含む6会計の総額224億9000万円余りで、これまでの最高額です。新年度の重点施策で特筆事業を伺う。柳原美佐総務企画部長。ご質問2についてお答えいたします。平成27年度の6会計の当初予算規模は224億9505万4千円で、対前年比で17億2940万2千円 8.3% の増となっております。主に増となっている会計は一般会計で対前年度比8億8219万8千円 7.0% の増、国民健康保険特別会計で対前年度比で9億221万円 15.2% 増となっております。平成27年度の特筆事業といたしましては、ハード事業として平成26年から継続しの、からの継続事業として地域振興センター整備事業で3億6119万3千円、火葬場整備事業で7億6914万3千円が予算計上されております。ソフト事業では終戦70周年の平和継承事業、高齢者の社会参加を通した生きがいづくりのとしてのシルバー人材センター運営事業、子ども子育て関連では子育て環境の充実の観点から児童館運営事業、村立幼稚園の預かり保育の拡充を図るための預かり保育事業等があります。また一括交付金事業として地域振興センター整備事業を含め20件で3億8514万円を当初予算計上してあります。国吉正和議員。はい、主な事業も出していただきました。そこでちょっと部長にお聞きするんですけど、ここで国民健康保険財務特別会計の表現が出てきてるんですけど、
まあ、これは率で 15.2% のアップだということで出していただいたかなと思ってるんですけど、このアップでですね、私たち一般財源でどれぐらいの負担がこの1年増えたというふうに感じておりますか。米原美沙夫総務企画部長。国交会計に関しました一般会計からの繰り出しは上限3億ということでございますので、その一杯一杯は出して計上してございます。で、今国交の分で、上がっている分は、まあ、国交課長の方が内容を詳しいんで、あれですけど、まあ、ここはまあ制度上の問題で多分アップしているんだというふうに、理解しております。休憩いたします。答弁大丈夫ですか。再開いたします。付着武志健康保険課長。はい、27年度の、国保特会におきましては、まあ、9億円余りの増になっております。まあ、これに関しましてはですね、共同事業 の、 まあ、制度にの変更に伴うものでございまして、対象医療費の拡大 の、 件でございます。で、まあ、この共同事業のですね、まあ、歳入歳出、まあ、去年 と、見てますけれども、27年度に関しましては、1億3400万余りが、ちょっと歳出の方が多くなってきて、まあ、負担が、1億3000万出ると。で、前年度がですね、約3000万 の、 まあ、歳出超過という形になってましたので、この制度変更によって、まあ、前年度よりは1億円まあ、国保特会で持つ分が増えたというふうになっております。国吉正和議員。今担当課長の答弁の通りでございます。要するに我々がチェックしない限りはいつの間にか1億円一般財源で持ち出しが出てるんですよね。私も、まあ、今度この制度でこういうような感じで通常箱物を作ったり何かをやったりすると億単位の金が動くなと思ってるんですけど、制度が変わっただけで一般財源の持ち出しが 前年比で1億増えてるというのが、この予算のある意味での怖さかなというふうに思っておりますし、それから先ほど部長の答弁で、まあ、一括交付金事業ありました。20件で3億851万4000円という答弁だったんですけど、これは中身を見ますと地域振興センターで3億6000万ですから、実質新たな一括交付金で物事をやろうというのは、約7000万の事業かなと。この先ほどの答弁だけ見ると、もうすぐ初年度で3億余りの一括交付金事業も入ってるなと、事業も20件というふうに見えるんですけど、実質はこれは地域振興センターは前年からの残りの分が一括交付金で使うわけですから、そこも私はそういうふうに受け取ってるわけでございます。それと、まあ、本当にこの数年、一昨年から一括交付金が入ってくるようになって、事業規模も膨れてきたわけですけど、まあ、そういう流れの中で、こういったものが含まれているということで感じているわけですけど、それからじゃあ私たちの読谷村いろんな目においてどうするかという話になってくるかと思ってるんですけど、まあ、常々いつでも経済の話も出てくる話でありますけど、私はまあ先ほど部長から聞いた事業と別にですね、村長が施政方針の終わりのところにですね、
日本開催が決まった2019年ラグビーワールドカップや2020年オリンピック・パラリンピックの事前学習の誘致に努めたいという施政方針で表現がありました。ぜひですね、私的には常々また村長はダガーマンでもありますし、世界的なワールドカップ、これは例のもう10年前でしたが、もちろんサミットもありましたけど、サッカーのワールドカップで日本全国、会場はもう決まってるわけですけど、誘致合戦でやると、ぜひ我が読みたんですね、両方とも獲得をしてもらいたいなという思いがあるものですから、村長にその決意をまたお願いします。石嶺伝説村長。はい、2019年度はラグビーのワールドカップですね。2020年度は東京オリンピックということで、19年度はそのラグビーの件ですね。20年度は東京オリンピックで、すでに、東京都に、調査にも行ってるんですけど、まあ、別、女子ソフトボールとかですね、ラグビーでその他も含めて、まあ、直前開催地としてのですね、自治体を立候補していきたいと思っています。で、明けて4月のですね、1週目の土日には、ラグビーの72世のワールドカップが日本でやってです、これ毎年やってるもんですけど、まあ、それを見て、それの組織委員会の方にですね、挨拶に行きたいと思ってますんで、まあ、ワールドカップもそうですし、オリンピックもそうですけど、外国のチームを呼ぶというのは一過性のものではなくですね、その国といろんな意味で経済文化、そうした教育も含めてですね、また連携が取れるような動きもですね、スポーツ単体じゃなくてやっていきたいということで、昨日も、県内の JICA の、役員の皆さんともですね、意見交換して、じゃあ次年度以降いろんなことをまた連携して取り組んでいこうということで今考えているところです。国吉正和議員。はい、今村長から力強い決意をいただきましたし、また私たち読谷村は地形といい文化といい十分こういったスポーツ誘致にかなうような環境にあるんじゃないかなと思っておりますので、村長は自信を持ってですね、誘致運動に頑張っていただければなと思っておりますし、でまたこの 2,3 日ですね、例の西海岸の海の園が星野リゾートというふうに、これまでの投資ファンドとは違うような実際にホテル運営観光事業をやるところがそういった施設を確保しておりますので、おそらく私的にはもう2年後か3年後には新しいホテルができるんじゃないかなというふうにして、非常にそういうもので期待もしておりますので、村長は自信を持ってですね、誘致活動に努めていただきたいなと思いまして、3番に移ります。これまで要支援1と2の人が利用できていた介護保険サービスのうち、介護予防訪問介護ホームヘルプと介護予防通所介護デイサービスを平成29年4月までには市町村の事業展開に移すとする中、先日の沖縄県介護保険広域連合定例会で、広域連合は平成28年4月より展開すると決まりました。介護保険法改正に向けた取り組みを伺う。大城真由美福祉課長。ご質問の3について答えいたします。平成27年4月に大幅な介護保険制度の改正があります。予防給付要支援1、要支援2の訪問介護、通所介護については、市町村が地域の実情に応じ、地域支援事業に移行するようにとあります。本村も沖縄県介護保険広域連合と足並みを揃え、平成28年4月に移行する考えであります。そのため、平成27年度は、村立診療所をはじめ、関係機関と協議を行い、制度の移行に向けた基盤整備をしていきたいと考えております。国吉正和議員。今の課長の答弁を再質問させていただきますけど、先ほどの答弁の中で地域支援事業に移行するという答弁がありましたけど、これの説明を求めます。
大城真由美副司課長。はい、地域支援事業というのはですね、普通自立というふうな形で認定された方が、健康維持のために受けられるサービスが主であります。で、地域支援事業というのは、市町村が実施主体になっておりまして、主に介護予防事業、それから包括的支援事業、いわゆる読谷村地域包括支援センターがございます。そこの業務と、あと任意事業ということで、配食サービス等とかですね、そういった事業 の中身になっております。国吉正和議員。それから締めの答弁で、村立診療所をはじめ関係機関と協議を行い、制度の移行に向けた基盤整備のという答弁ありましたけど、具体的にどのように考えておりますか。大城真由美副司課長。はい、平成27年度は、ですね、28年 の本格的実施に向けまして、一応、基盤整備、それから事業調整を行っていきたいというふうに考えております。で、そのためにはですね、村内に、デイサービスと、委託できる、受託できる事業介護事業所があるのかどうかとかですね、幸い本村は村立の診療所を持っておりますので、保健医療の専門家もおりますので、要支援者が要介護に移行できないような形でですね、介護予防の通称型のサービスができたらいいかなというふうには思っておりますけれども、まだそこらあたりは、診療所の方とですね、具体的な協議をしているわけではございませんので、27年度はそういった形では基盤整備に向けて、事業調整をしていきたいなというふうに考えております。国吉正和議員。今課長の答弁にもありましたように、これはこれまでずっと議会においても他の議員からもそういった件で常に議論が出てきておりますし、私も今の課長の答弁も踏まえてですね、やはり行政における福祉課とそして診療所がですね、一体になった取り組みをすることによって、新しい介護保険法改正に向けた、行政の効果的な介護予防事業が行えるんじゃないかなというふうに思っているわけです。これまで、ずっと、議論は交わしてきたわけですけど、じゃあこれまで具体的に物事がなかなか進めなかった、それは次 の私の質問であります、新しい診療所の体制ともずっとこの数年は関わってきたかなというのが思いがあるんですけど、福祉課としてはやはり地域包括センターといわゆる実際にその行動を移すというんですか、その業務をする診療所と一体にタイアップすることによって、先ほど話していたデイサービス、そういったものがより図れるんじゃないかなというふうな思いということで私は受けてるんですけど、どうですか。大城真由美副司課長。はい、この件に関しましては、診療所の方とはまだ具体的な、話し合いを持っているわけではございません。で、福祉課としましては、やはりせっかく村立診療所がございますので、地域包括センターも含めてですね、村民の、介護予防と、それから介護と医療の連携と、そういったような形でですね、診療所とうまく連携していければいいかなというふうには考えております。国吉正和議員。例えばそういった連携にできるに越したことはないはずですけど、仮に現状の今の状況でいくと、新しい介護制度になったときに、金目の話とったらあれですけど、アバトでいいんですけど、例えばどのような状況が想定されますか。大城真由美副司課長。例えばですね、今のご質問の内容なんですけれども、例えば、デイサービス等を、地域 の介護事業所の方に、委託する際に、どのぐらいかかるかなということで、ちょっと福祉課の方でちょっと
まあ、これ具体的な数字ではないんですけども、大まかに、ちょっと試算した部分がございます。でそれで、養子縁の人たちをですね、まあ、デイサービス等に、まあ、地域 の、 あのデイサービス事業所に委託をするにあたって、まあ、大体、まあ、デイサービスが、利用できる範囲では1箇所で 20名程度かなというふうに考えております。でそれを、まあ、養子縁者は大体100名以上、通所介護しておりますので、まあ、それを皆さん移行するとしたら、まあ、5箇所の、まあ、事業所に委託する必要があるかなというふうに考えております。で、まあ、大体の、試算なんですけれども、まあ、1箇所あたり、まあ、事業所の方はやっぱり人件費も含めていろいろ運営もしていかないといけませんので、まあ、2000万ぐらいで受託できるのかなというふうに考えております。でそれが5箇所となると、まあ、約1億円はかかるかなというふうには考えております。国吉正和議員。まあ、今の答弁、あの課長も数字以上にあれだったんですけど、やはり私なんかもそこは議員としてプロじゃないもんですから、金目のもので表現されると分かりやすいかなという話で今私聞いたわけですが、結局今の2000万かける5箇所だったら1億と、それが診療所でそういったものが送られれば、ある意味そういったものの経費の節減とが図れるかなというので、私今のお話を理解したいなと思っているわけですよ。やっぱり文言よりも具体的に数字を出していただければ、もうすぐ今1億という話が出てきたわけですから。というのは、診療所においては何も新しく作るものではなくて、もうすでにそういう施設、設備があるわけですから、建物をはじめ職員と、そういったものを生かさない方法はないだろうというのが、私は今の金目の話からは理解をしているわけでございます。それでは、まあ、今診療所の話出ましたので4番目に移りますけど、診療所の医師2人体制が整い、初期医療から終末期医療に至るまでの村民の身近なかかりつけ医としての役割を発揮するとともに、予防医療から在宅医療を提供すると施政方針にあります。丸1、医師2名の略歴を伺う。丸2、無依存の中でスタートした時代と民間クリニックが機能する時代における診療所の在り方を伺う。与那覇仁診療所事務長。ご質問の4、丸1、診療所医師2人の略歴についてお答えをいたします。その前に、昨年4月1日より診療所所長として務めてこられた西川医師は1年の任期を終え、3月31日付で終了となります。西川医師にはこの1年間大変お世話になりました。感謝申し上げます。さて、西川医師に代わりまして、所長医師を務めていただきます山城正明医師が3月1日より診療を開始していただいております。山城正明医師は沖縄市在住の53歳、琉大医学部を卒業後県立中部病院でレジデントを修了され、国立療養所都南西園を皮切りに国立がんセンター中央病院、県立都病院、県立北部病院で診療され、直近は富城中央病院で消化器内科部長として勤めておられましたが、ご縁がありまして読谷村診療所へ3月1日よりお迎えをしたところであります。もうお一方は田近正幸医師で、読谷村戸家市在住の42歳、長崎大学医学部を卒業後沖縄県立中部病院でレジデントを修了され、県立都病院勤務を経て現在中部病院救急科で医科長として勤められておりましたが、ご縁がありましてこの度4月1日より診療所にお迎えをすることになりました。次に丸2の診療所の在り方についてお答えをいたします。少子高齢化も今後は超高齢化の時代になります。時代の変化はさまざまな社会保障制度の在り方にも影響を及ぼしており、医療や福祉なども変革の時代を迎えております。医療制度も単に医療サービスの提供をやればよいという時代から、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される総合的なサービスを行うよう求められておりますので、
診療所と各種事業所などとの連携や介護の地域資源を最大限に活用し地域医療に取り組む施設としての在り方を検討していきたいと考えております。国吉正和議員。はい、今の答弁を踏まえまして、現在の西川先生におきましては1年間という本当に短い期間ではありましたけど、今部長が感謝を申し上げたというとおりで私も同感でございます。で、山城医師そして田塚医師におきましては、私がごとき者がドクターの器量に触れられるものではございませんけど、説明にもありましたように、富城中央病院で消化器内科部長を務められていた山城氏先生、そしてまた中部病院救急科で医科長として、田塚医師が務められていたということが今説明ございますので、それなりのすごい技量を持った先生が今度私はもう新生読谷診療所という言葉を使わせていただけるんですけど、使うんですけど非常に期待をしたいなというようなのがございます。で、この間昨年の3月9月議会でも診療所について質問をさせて流れの中で、担当課はじめ村長も近々の課題は医師の2名体制をと最大限の努力をするという流れの中で、新年度からすでに山城先生においてはもう3月から務めているということでございますので、ぜひその技量を私たち読谷村4万村民の医療に生かしていただけたらなという思いで、また私もこれ再質問をさせていただくんですけど、先ほど部長の答弁の中でですね、介護の地域資源という表現があったんですけど、これちょっと説明を求めます。失礼しました。柳葉仁診療所事務長。私たちの読谷村にはですね、各種のいろんな施設があります。で、例えばデイサービスで言うならば23の施設があるわけですね。で、これも年々増えていってまして、この先どこまで行くのかっていうのもよくわからないんですけども、それぞれいろんな事業者がサービスの展開をしております。で、新しい動きとしてはですね、従来の有料老人ホームの形もですね、サービス付き高齢者住宅ということで、高齢者に優しいようなまちづくりが展開できるようなそういう制度もできてきまして、体制が整備されてきましてですね、読谷村にもそういう動きが出てきております。で、先ほども少しお話ししましたが、医療と福祉、そういう介護とかですね、そういうところといろいろ連携しながら一人の人生について関わっていくっていう仕組みが作られるっていうことがこれ大切ですので、村内のいろんな介護の事業所そしてそこで働く人材ですね、そういう人たちの連携っていうのはこれから重要になってくるというふうに考えております。以上です。国吉正和議員。はい、確認させていただきました。で、昨年の9月議会においても村長の答弁は、この役割を踏まえ在宅医療予防医療介護予防の事業に力を入れるという答弁がありましたし、それからその時同じように福祉課長もですね、介護保険法改正に向け在宅医療と介護予防の充実に診療所が必要であるという答弁をもらっております。で、またそこにおいては身近な公立の診療所と共同ができればいいかなというふうに考えるというふうに答弁もありましたし、診療所長においても体制づくりを図った上で地域包括ケアシステムの中での役割という9月議会の答弁、そしてまた今先の答弁においても医療介護予防生活支援が一体となった総合的なサービスだというふうにあります。
もう我々議会もそれから行政もその物事の仕組みというのは十分私もお互い共通理解あるかなと思ってるわけです。じゃあこれは今度どうしてそれを診療所で、福祉課も含めて実践に移すかということが私問われてるかなと思ってるわけですよ。実際にもうこの数年文言は常に我々議論はしてきてるわけですけど、じゃあ新しい介護医療法改正において、いかに実践を組み立てていくかということが私これからの課題かなと思ってるんですけど、そこら辺を踏まえてこれは担当は副村長でございますかね。田島敏夫副村長。はい、村立診療所につきましては長らく私も患者として、世話を見ていただきました。ここ数年はですね、医師が変わるなとしてまた休診日も続いたりして、患者の立場としても非常に心配しておりました。まあそうなんですけれども、逆に今度はですね、診療所を見守る立場になりましてですね、この問題を改めて、考えている最中なんですけれども、まあ医師2人が契約できたということで、2人体制ということになりましたけれども、まあ、昨今の医療政策の変化とまたは高齢化による医療ニーズの変化、そういうものに対応しまして、診療所の新しい展開っていうのが求められているというふうに思います。まあだけどこれは今までご議論されたようにおおむね地域での在宅の医療とそれから介護予防ということに尽きるのかなというふうに思います。ただ問題はですね、いかにこの課題をですね、実施する実態を作り上げるかというところに今差し掛かっているのかなと。で、福祉課の方の答弁にもありましたように、27年度は、実施に向けた体制づくりを行うということでありますし、また診療所の方は新しい医師が来られたということで、27年度は、各実務者のですね、相互交流を図って、この実態づくりをどういうふうにやっていくかというふうなことを推し進めていきたいなというふうに思っております。ただ大事なところはですね、医師につきましては、まあ、在宅医療ということになりますので往診体制をどういうふうに、作り上げていくか、またこの環境をですね、どういうふうに支えるかというのが非常に問題になろうかなというふうに思います。で、そういうところでは、まあ、医師とですね、十分話し合いながら、この体制を検討していきたいと。それから介護予防につきましてですね、これは先ほどお役場側の福祉部門等の連携が重要になります。で、福祉部門の方もすでに、この実施に向けた準備を整えている様子でございますので、福祉それから健康づくりを担当している課ですね、そういったものとですね、その実務レベルの人たちと集まってですね、この介護予防の分を進めていきたいというふうに考えております。ただ難しいのはですね、地域包括というのは診療所だけではなくてですね、村内にある先ほど地域資源というふうに言われましたけども、クリニックがたくさんあります。この方々とも協調して進めていかざるを得ないということでございます。ここにつきましてはですね、なかなか役場の力だけでは届かない世界でもあります。ぜひですね、議会の方の協力も得てですね、読谷村全体の地域支援体制というのが作れれば、この診療所の理想的な運営ができるのではないかなというふうに感じておりますので、27年度は、まあ、村立診療所の再出発の年として取り組んでいきたいなというふうに思っております。国吉正和議員。
はい、今田島副村長の答弁をいただきまして、私も非常に思い同感でございます。ぜひとも山城田塚両医師にもですね、行政の思いも十分理解をいただいて、そして先ほどありましたように、地域のクリニックをはじめ、それから23のそういった施設もございます。地域のそういった民間、サービス機関、医療機関ともですね、タイアップして私たち4万村民の医療、それから介護に、努めていただければと お願い申し上げまして、5番に行きます。新設火葬場について丸 1基の炉の価格を伺う、丸 2炉を3基設置する根拠を伺う、丸 3 1体の火葬所要時間を伺う、丸 4 炉の対応年数を伺う。浜川秀樹健康環境課長。ご質問の5の丸1についてお答えいたします。ご質問の火葬炉1基あたりの価格につきましては、炉および周辺設備を含めて約5000万円を見込んでおります。ご質問の5の丸2についてお答えいたします。火葬炉数につきましては、将来人口および死亡率予想をもとに検討を行った結果、必要炉数2基に予備炉1基を加えた3基となっております。ご質問の5の丸3についてお答えいたします。1体の火葬所要時間につきましては、導入予定火葬炉の先行導入事例を参考にした場合、火入れから冷却まで含め約70分となっております。現在の火葬炉に比べ所要時間はおよそ半分となる見込みです。ご質問の5の丸4についてお答えいたします。火葬設備の耐用年数は税制上6年であり、平成20年の税制改正以前の基準においては16年となっておりました。今回導入を計画しているメーカーに問い合わせたところ、火葬炉本体においては内部部品の取り替えや断熱レンガの張り替えなどの修繕工事を適切に行えば、それ以上の期間十分使用可能とのことです。メーカーによれば、火葬炉の耐久対応の目安は年数ではなく使用頻度、火葬件数が基準となるとのことで、読谷村の現在の使用頻度からすると少なくとも10年以上大規模な修繕は必要ないものと考えております。国吉正和議員。はい、今の答弁で、再質問する前にですね、この火葬場の財源内訳をお願いします。浜川秀樹健康環境課長。新しい火葬場の財源ですが、一部、防衛の補助を活用いたします。火葬炉部分です。それから、火葬場の建物につきましては、記載および一般財源を活用することになっております。休憩いたします。
再開をいたします。議事の進行上会議時間を延長いたします。しばらく休憩いたします。再開いたします。浜川秀樹健康環境課長。大変申し訳ございません。詳細な、資料、まあ、少し手元にございませんので、大まかな金額になります。防衛、まあ、炉の部分、防衛の補助が約1億5000万円。で、その残りの、まあ、約、9億、まあ、9億8、まあ、5000万程度が総事業費の見込みですので、そのうちの約 45% が記載になります。大体、そうですね、3億6千万が記載、残りが一般財源というふうに考えております。国吉正和議員。はい、今の答弁を踏まえまして、まあ、私結論から先に言っておきたいと思います。私は今の答弁でですね、童話2つで十分賄えるんじゃないかなと思ってるわけですよ。というのは、まず時間的に、まあ、今の半分の時間で済むということがありますし、それから最大の県を含めても今の将来の人口、まあ、先ほども人口の話も出ましたけど、まあ、伸びる人口というのはあと10年ちょっとそこらだと、これ一旦作ってしまうと今のものでも55年あるわけですよね。40年50年先の話も見据えて物事を取り組むべきじゃないかなということで、それからメンテナンス、答弁にもありましたように、まあ、しっかりメンテナンスをすれば、まあ、10年以上というんですけど、私はもっとあるかなと。というのは全世界最善の基準においては16年という数字も出ておりますし、そういったいろんなものからする、それとですね、平成25年度においては、件数が416件、まあ、これを年間300日で終わってしまいますと 1日 1.5 件なんですよね。1日 1.5 件、1日 1.5 件というと道2つでは十分じゃないかという話になるわけですよ。しかも時間も今の半分ということですからね、1日2人まではいらっしゃらないということなんですよね。これ平均の話ですけど、もちろんそれは中には 3件の場合もあるかもしれません。しかし3件だって十分こなせるんじゃないかなと思ってるわけですよ、うん、そういったことを含めまして、私、道は2つである意味では十分じゃないかと。しかも金額もこれ5000万、うん、プラスメンテナンスというのも、例えばメンテナンスといえば、我々診療所特会をやってるんですけど、平成25年にデジタルのレントゲンを入れた2500万のそのレントゲンのメンテナンスが毎年250万発生していくわけですよね。そういった観点を踏まえて私は2つでいいんじゃないかということですけど、答弁をお願いします。浜川秀樹健康環境課長。はい、まあ、読谷村 その将来的な、現状大体、年間、400件前後の火葬件数で、すみません、1日2件程度の火葬件数で、推移しております。平成24年度が388件、25年が416件、
26年度が2月末現在で約380件となっています。まあ、この数字を当てはめますと、まあ、1日平均、まあ、1.5 件前後になると思います。ただし火葬時間は短くなりますが、例えば葬儀の予定だとか午前午後というような葬祭上の問題だとかございます。やはり1日に火葬できる件数が短くなったからといって収骨等を含めますと、まあ、多くても1件当たり3件程度ではないかなという考えます。でその場合例えば、補修等で1機が使えない場合に、1機で回転しないといけないという状況になります。火葬の場合はやはり皆様その特別な場合ですので、それで待たせるということは、まあ、現在の場合その、現在の火葬場の場合そういうことが一つのネックになっておりましたので、新しい火葬場におきましては基本的に使う2機に、予備炉を1機ということで3機ということになっています。これは一つのその指針がございまして、火葬場の、規模算出の考え方の中に火葬場建設維持管理マニュアルというものがございますが、それであるとか、あるいは先行事例ですね、県内の先行事例等も含めて、検討した結果、その 3炉、まあ、3基必要であろうということで今回3炉3基の設置ということになっております。国吉正和議員。まあ、お互いそれは今度は根拠となる数字をいかに捉えるかという問題になってくるかと思うんですけど、私が予測するには今のもう400名前後というのが最大じゃないかなと、今後数は、減っていく可能性が強いんじゃないかと思っているわけです。これさっきから言うように40年50年先を見ての物事をやらんといかんはずですから。と言いますは茶壇はじめ中部県内でも今その準備をしようということがあるわけですから、まあ、どっちか言えば村内と嘉手納の皆さんが利用しているかというのがあるんですけど、そういったものを含めてるとですね、やはり今の400という数字が最大で、減ることはあっても増えることはないんじゃないかなというものが数字の私は根拠として捕まえたいなということでありますし、それからじゃあ今予備の話が出ましたけど、一旦それは入れてしまおうと、使う使わない、もちろん、使ったものに比べると寿命はあるかもしれないけど、設置してしまうとものは当然そこには腐食は入っていくわけですよね。腐食は入っていくわけです。じゃあそのまま新品であるかといったらそういう状況じゃないはずですから、先ほどの言った私は2つというのが、先ほどまず時間が今の半分であるし、うん、今のそれから機能的にももう近代の進んだその炉になるんじゃないかなと想定してるし、簡単にそういったものを故障云々というのは出てこないんじゃないかなと。もちろんそれは行政当局が、万が一の時のというのは非常にそれは住民サービスにおいて気使うというのは私、理解するものですけど、まあ、実は私ももう 7,8 年前でしたかな、議員なりたての頃で、3日間火葬ができないということである議員から、まあ、一般質問でものすごいあったんですけど、果たしてそこまで表現するものかなと、私自身はそういうふうに考えているわけです。だから私のベースはそういったのがあるわけですよ。これはやっぱりアクシデントはアクシデントで物事を理解していただかないとですね、もちろんそのご家庭にとっては大変なことかもしれませんけど、つい一月前でしたかな、一月までいかんはずですけど、東京23区で9カ所しかないというんですよね、火葬場が。東京23区、沖縄の100倍ですか、100倍の人口で9カ所、もちろん9カ所といったって1カ所で20も10もあるかもしれないです。どの数までは把握してないんですけど、現実においてはそういうのが、じゃあそれを考えてみますと、どうして、そういった火葬場がそれだけの数字しかないかといったら、結局はこれ基本的には国の補助事業がないわけですよね。まあ、たまたま防衛という話があったんですけど、あれ防衛というのは本来はこの火葬場を作るための目的の補助ではないはずですから、そういったものからしまして、私的にはだから果たして十分すぎるほどの万全な備えをする必要があるかという理論展開をしたいなと思ってるわけですよ。そういった件を踏まえて、浜川秀樹健康環境課長。はい、
まあご質問にございましたとおり、将来の人口予想とか死亡率の予測を含めて、検討してまいったわけですけれども、今、平成47年までを、計算をしております。平成47年の、現時点、その計画段時点での年間の取り扱い件数が542件を見込んでいます。522件というのは、その現在に含めて約100件程度増えていく状況にあります。そういうこともございまして、2期、プラス1という形で3期の設定になっております。頑張りましたけど、上嶋正和議員、時間ですのでまとめてください。はい、やはり常にいつもの議会においても、常に財源の話が出てきますので、物事をシミュレーションするときには、しっかりそういったことを据えてですね、お互いに議論をしていきたいなという思いでございます。はい、ありがとうございます。国吉正和議員の一般質問がありました。本日の会議はこれまでにとどめ、散会いたします。お知らせをありましたとおり、この後全教室において、追加議案の説明がございます。5時20分から10分間の休憩を挟んで行いたいと思いますので、よろしくお願いします。議会報告会の内容をしたら、A 班の報告の中にあったんですよ。それの答弁にあったんですよ。いや、その説明があったから今の有興さんの認識だわけ。私たちもそうだろう。診療所にハブの結成は置いてるらしい。昨日の話ではないってことです。ハブ結成だから、一番近いところでは